結婚式の当日に私に新郎を奪われるなんて惨めな女ね。もしかしてカーストのトップ、同じクラスだっためぐみよ。 LINE する相手を間違ってない？ハヤトは私のものになったわ。今日の花嫁は私。冗談は休み休みって。ジョークじゃないわよ。彼の気持ちに私が答えてあげただけ。何それ。ハヤトは高校の時から私にゾッコンラブなの。それはないって。私をボスザルって呼んで慕ってたの知らないの？あなたの勘違いだと思う。嫉妬心丸出し。どう思ってくれてもいいけど、式場に着いたから失礼するわ。あんたの結婚式は中止。すぐに家に帰りなさい。まさか花嫁の控え室にいるんじゃないわよね。結婚式は午後だからまだ自宅にいるの。そうなんだ。仮にあなたの話が本当だったとしても、式の当日に新婦を変更するなんて無理でしょ。ご心配には及ばないわ。あなたとは別の式場にしたのよ。豪華でラグジュアリーなグレートライヤーで挙式するの。海が見えるチャペルがあるところね。あら、よく知ってるじゃない。一度ハヤトさんと見に行ったから。ロケーション最高のチャペルまで奪っちゃってごめんなさいね。彼と見つめ合いながら愛を誓うわ。それは叶わないわよ。まだ自分が結婚できると思ってたんだ。もちろんよ。新郎とその親戚がいないのにどうやってやるのかな。え？ハヤトの親戚にはお母さんが電話で連絡済みよ。お母さんもグレってこと？うちの親戚からは私に欠席の連絡は来てないし、両親も結婚式を楽しみにしてるけど。騒がれるの嫌だから、あんたの親族には連絡してないって言ってた。いやいや、信じられない。こんなことあるはずない。だったらこれ見なさいよ。え、私のドレス？今は私のドレスよ。お母さんが私の代わりに式場に預けてくれたのに、どうしてあなたが着てるの？そのお母さんにもらったから。ありえないわ。私の果実が豊かだから、後ろのファスナーがほとんど上がらないのよね。あなたのボディのことはどうでもいい。式場に着いたからアテンドさんに確認するわ。どうだった？すごい古ぼけたドレスが預けられてた。お母さんに電話してみる。今さら慌ててもどうしようもないわよ。新郎がいないんだから結婚式はできないでしょ。ドレスがなくても構わないじゃない。ハヤトさんもお母さんも私を裏切るはずがないわ。へえ、それはどうかな。どうやって手に入れたか知らないけど、ハヤトさんと一緒にデザインを決めて自分で半年かけて縫ったの。私のために世界で一つのドレスをありがとう。あなたに着せるために作ったんじゃないわ。頑固な女ね。ドレスだけは返してあげてもいいけど、私のマシュマロボディには合わなくて破けちゃったのよね。破いたですって？だから挙式には違うドレスを着ることにしたの。っていうか、私って大金持ちだからオートクチュールのドレスを持ち込んだんだけど。一生懸命作ったのにひどすぎる。はあ、すべておじゃんだね。ハヤトさんは絶対に来るわ。お母さんも。頑固な女。お母さんと一緒にいるから LINE させるわ。そのまま待ってなさい。ここまで言われてもめぐみが嘘をついてるとしか思えません。私は愛、28歳。ハヤトさんとめぐみとは高校の同級生です。めぐみとは入学式の時に LINE を交換したのですが、そのことすら忘れてました。彼女は父親が社長でお金持ちだというのを鼻にかけ、1万円札をちらつかせて同級生に言うことを聞かせていたのを覚えています。正直苦手なタイプなので必要以上の会話をしたことはありません。ハヤトさんもそんなめぐみを嫌っていたので、浮気してたとは考えられないのです。それにずっと優しく接してくれた義母が私を裏切るはずがありません。きっとめぐみの自作自演だと思っていたのですが。数分後、ハヤトはめぐみちゃんと結婚させるわ。親戚にも連絡済みだから。お母さん、急にどうしてそんなことを言い出すんですか？最初から計画してたの。古着屋で2000円のドレス買って式場に預けたのも、あなたのドレスをあげたのも私よ。信じてたのに、どうしてそんなことを？
息子と結婚させてくれる代わりにバーキンくれるって言うし。え？あなたのウェディングドレスは100万と引き換えにあげたわ。結婚後は毎月お小遣いを100万もらえるの。お金が目的でこんなことしたんですか？もちろん。これでもう働かなくて済むわ。夫と離婚してから大変だったけど、やっと私にも運が巡ってきた。お母さんを信じてたのにひどいです。まんまと罠にはまってくれてありがとう。すごくショック。でもめぐみとの結婚をハヤトさんは受け入れませんよ。はてさてどうかな。お金が嫌いな人なんていないと思うけど。結婚式当日に私を裏切るはずありません。まずはハヤトさんに電話をします。はい、ストップ。その受信はどこから来るの？高校生の時から付き合ってますから、彼のことはよくわかってます。産んだ私が一番よく知ってるに決まってるでしょ。そうでしょうか。海が見えるチャペルなんて彼は選びません。はあ、何知ったかぶってるわけ。それに彼はお金に左右されない誠実な人だってことはお母さんが一番ご存知なのでは。何もわかってないのね。どんな人間だって大金をちらつかせれば心が動くのよ。ハヤトさんは高校時代、お金をばらまいて同級生に言うことを聞かせてるめぐみを嫌ってたんです。それは昔の話でしょ。まな板みたいなあんたと違って、めぐみちゃんはマシュマロみたいだし、ハヤトの下半身だって暴走しちゃったのよ。元夫の血を受け継いでるんだわ。そんな人じゃありません。なんて下品な言い方するんですか。ユーモアのかけらもないのね。ガチガチの石頭だから息子に飽きられたんだ。ハヤトさんから直接別れ話をされたならまだしも、結婚式の当日にこんな話を信じろという方が無理です。あら、息子はめぐみちゃんと一緒になるのを承諾したわよ。え？あなたにはお別れの連絡もないの？昨日も会いましたが何も言ってませんでした。優しい子だから言い出せなかったのね。ハヤトさんに確認するのにずっと電話してるんですが出ないんです。ああ、それはもう諦めた方がいいわ。電話に出ないのが論より証拠でしょ。この子の方がドレスも似合ってるし、息子だって心変わりしても仕方ないわ。そんな話は信じたくありません。あなたはそのまま式場に置き去りね。アホな親族一同で宴会でもしなさい。挙式の当日に裏切るなんてひどすぎます。あなたは息子に生ゴミみたいに捨てられたのよ。私がハヤトさんに捨てられた。天国から地獄に真っ逆さま。こんなの、いや。華麗なボディーブローが決まったわ。ノックアウトで試合終了。3時間後。人生で最良の日が始まるわ。私幸せになるわね。それは何より。そっけない返事ね。あんたは家に帰った？それとも焼け酒飲みながらアホの親族と宴会でもしてる？これから盛り上がる予定。本当にするなんてやばすぎる。それで盛り上がるあんたも親族もおかしいわ。全員いたって正常だけど。強がりもそこまで行くと不憫極まりないけど。幸せいっぱいよ。挙式の当日に無残に捨てられて幻覚でも見えてるのね。いいえ、ハヤトさんもすごく幸せだって。もう勘弁して、肩払いたいわ。結婚式中止になって残念だったわね。本当は私の式でしたって知ってるか。あ、でっぷりしたゴリラが喋った。は？ああ、ごめん。あなたのドレス姿の写真を見たハヤトさんが書いたの。なんですって？高校時代はボスザルだったのに、今はムキムキゴリラだねってお腹を抱えて笑ってる。ハヤトがあなたと一緒にいるわけないじゃない、この嘘つきが。マナーモードにしてたから私の電話に出なかっただけだし、彼は時間通りに式場に到着したわ。そんなはずない。ハヤトさんは結構ですって断ったそうだけど。え、あれって OK の意味でしょ。やっぱり勘違いしてたのね。そもそもハヤトさんが海の見えるチャペルで挙式するわけないし。どういう意味？小さい時に海で溺れそうになってからトラウマになったの。海が見えるチャペルを見た時に気分が悪くなったから、あなたから話を聞いた時に変だなって思ったのよね。お母さん、そんなこと一言も言ってなかったわよ。
自分の息子のことなのに分かってなくて、私も驚いたわ。何余裕かましてんのよ。あんな中古でシミだらけのドレスじゃ挙式できないでしょ。もうしたわよ。今は披露宴の前にちょっと休憩してるところ。それにあなたが破いたのはお色直し用のドレス。え？仕方ないからお色直しはなしにした。お母さんからウェディングドレスだって聞いてたのに。そうなのね。なんで勘違いしたのかしら。知らないわよ。さて、そろそろ披露宴会場に行かなきゃ。あんたの親族だけで寂しい披露宴になりそうね。両家の親族はお母さん以外揃ってるけど。嘘だ。お母さんが親戚に連絡したのに、あんたの結婚式に行くわけないでしょ。それを変に思った親戚の方から隼人さんに電話が来たから、間違いですって連絡し直してくれたの。なんてこと。あなたはお母さんとあなたの親族で宴会でもしたら。冗談聞いてる場合じゃないの。100万あげるから隼人をすぐにこっちに来させて。ノーだって。500万だったらどう。何億積まれてもあなたとは結婚はしないそうよ。じゃあ披露宴が始まるから。あ、待って、このままじゃ困るの。お願いだから隼人を私のいる式場に来させて。3時間後。いい加減に返事しなさいよ。披露宴だって教えたけど。あんたの都合なんてどうでもいい。私の結婚式がおざんになったじゃない。もともとあなたの挙式ではなかったでしょ。よくも私に赤っ端書かせたわね。ただじゃ済ませないわ。何をする気なの。式場から出てきたらボコボコにしてやる。これ以上罪を重ねない方がいいわよ。は？ドレスを盗ませたのが罪になるのよ。知らなかった？私はもらっただけ。お母さんにお金払って盗ませたじゃない。そんなの知らない。お母さんが本当のことを警察に言ったらその時点でアウトだけど。え、警察って？被害届でも出す気？もう提出した。ずっと式場の前で待ち構えてたのにいつの間に出たの？それ知ってたから1時間前に裏口から出してもらった。おのれ、二度と立ち上がれないくらいにズタズタにしてやるわ。それ脅しになるそうだから追加で被害届を出すわね。そこまでしなくてもいいじゃない。急に元気ない感じだけど。警察はやっぱり嫌かな。お母さんと二人で反省してね。それがどこにもいないのよ。そうなんだ。式場に来たけど係の人に追い返してもらったからあなたのところに行ったんだと思ってたわ。いなくなった人のことはどうでもいいわ。私親に感動されそうなの。なんで？すごく世間体気にするのよ。結婚式ダメになったのすごく怒ってて、式代払ってもらえない。あなたお金持ってるんでしょ？それで解決したら？あれは全部パパのお金だから。家の鍵もカードも全部取り上げられた。そうだったんだ。現金は持ってないの？1万くらい。貯金はないからこのままじゃ住むところもないわ。詳しいことはわからないけど、しばらくは留置所かも。それはないでしょ。逮捕されたら拘束されるらしいわ。違ったらごめんね。全部お母さんが計画したことなのよ。あれ、私にはバーキンやお金をもらったって言ってたけど。覚えてたのか。ちなみにお母さんのことは隼人さんも親族も許さないそうだから、二人とも仲良く帰る場所を失ったわね。ああ、どうしよう。あなたがどうなろうと知らないわ。冷たいこと言わないで。同級生じゃない。あなたとは同じクラスだっただけよ。今日の結婚式のために作ったドレスを両親も楽しみにしてくれてたのに見せることができなかった。結婚式ができたからいいじゃない。よくないわよ。本当なら今頃隼人さんと両親と挙式の余韻に浸って幸せいっぱいのはずだったのに、なんで警察にいなきゃいけないの。あんたが被害届を出したから。そうじゃないでしょ。全然反省してないのね。今のは失言だった。私の作ったドレス代の材料費33万も請求するから全額すぐに払ってもらうわよ。そんなにするの。私お金ないから払えない。何としてでも払ってもらうわ。私の結婚式の費用も自分で払えって言われてるから無理よ。それはいくら。700万。
大きな借金作っちゃったわね。ハヤトさんを好きな気持ちはわかるけど、あなたやりすぎたわ。好きなのもあるんだけど、お腹の子の父親になってほしかったの。妊娠してるの？そう、妻子ある人の子、ハヤトによく似た人よ。それが本当の理由とは呆れたわ。親にバレたら縁切られると思って。それで結婚したかったの？ハヤトさんが受け入れるわけないでしょ。結婚式だけすればうちの親にハヤトの子だって思わせることができるでしょ。そこ？別れたら悲劇のヒロインを演じればいいかなって。別れればお母さんにお金あげなくて済むし、一石二鳥じゃない。開いた口が塞がらないわ。働いてお金返しながら自分がしたことの愚かさを感じなさい。赤ちゃんがいる私を見捨てる気？さすがにもうあなたを救う気にはなれないわ。もう連絡してこないで。さようなら。待って、少しでも恩情をかけてお願いします。後日談。めぐみは義母をそそのかしてドレスを盗ませた罪と、私を脅した罪で罰金刑、義母はドレスを盗んだ罪、実行犯として罰金刑になりました。保釈されためぐみはヤバい金融でお金を借り、私のドレス代と結婚式場の支払いをしました。この先大変そうですね。子供をちゃんと育てられるといいのですが、それだけが心配です。義母はホームレスになったのか、ボロボロの服を着てゴミ箱を漁っている姿を見かけました。私とハヤトさんは新生活をスタート。つつましやかに2人で温かい家庭を作っていきます。